そうですね。でもこの素敵なこのブラウスがちょっと和柄な感じで、なんか今回のすごい空間がすごく色とりどりな場所が多いので、シックな感じので決めさせていただきました。いや、回ってみてどうですか。いや、すごい素敵ですね。なんかこう頭の中を覗かせてもらってるんですけど、ミケランジェロさんのもっと知りたくなる感じ、どうなってるんだろうっていう、より一層なんかこう気になる感じになりましたね。これからのデザインどんなの出てくるんだろうって。オーナーしませんでした。すごかったですよね。なんかこう隣の部屋に行って次の年のに行くともう全然違う世界観があるので、何から そのインスピレーションを得てるのか、それかこうデザインが先なのか、インスピレーションをまずテーマを決めてなのか、もういろんなことが気になりました。すごいですね。あやさんとかはい、私はあの東京のシリーズの時は、大きなリュックと、あとあのスリッポンのなんかバラの花がの刺繍がついてるやつを買ったんですけど、その特に靴は初めてその形を買ったんですけど、もうこんなに履き潰したのは初めてっていうぐらい愛用させていただきましたっていうのがすごい思い出ですね。そうですね、毎回デザインによって形は変わらないけど、デザインが毎回変わっていくっていう楽しみがすごくあるなと思っているので、そうやって毎回コレクションごとに可愛いものをヒットしていきたいなと思います。